今日はですね、9月20日金曜日ですね。今日は少し会社を昼から早退して、友達とねカラオケ行ってきました。今日はね錦糸町っていうところで歌いました。あのね、神奈川のメンバーと千葉県のね船橋とかあの辺のメンバーと一緒に歌うことになったんで、まあ大体っていうことでもないんですけど、まあ間を取って錦糸町みたいな感じでね錦糸町にしたんです。まあ間ではないんですけどまあね、以前錦糸町でよくやってたんですよ。だそれもあって、じゃあ今回は錦糸町でっていうことになりました。で行ってきて、夜の7時まで歌ってきました。でまあそれはいいんですよ。まあね、あのスノーマン歌いましたよ。スノーマン歌ったりしました。スノーマンね、やっぱりね歌うとスノーマンの話になりますね。話題性がやっぱ多いのかな。女性が2人、男性が3人だったんですけど、今日はまあ女性の方はやっぱ反応しましたね。反応したし、僕が歌ったスノーマンの曲はまあ全部知ってたようです。妹が不安だとかなんとかって言ってたかな。その子はね28とか9歳ぐらいだったかな、女性なんだけど、妹が不安って言ってたんでね、よく知ってましたね。しかも関西出身の方だったから、まあなんか向井康二君のこととかをのことについて話したりとかしてたのかな。こんな感じですね。で、まあ歌いながら気になってたことがあって、まあそれはね、今日ね SnowMan のライブチケットの当選発表、抽選の発表がねあったわけですよ。それは僕昨日聞いてて、僕のね相方から聞いてて、楽しみにしてたわけです。で僕は僕がね申し込んだわけじゃないから何時に発表とかってもよく分かんないんだけど、まあ今日だなっていうことは分かってたんです。頭の中にあったんで、まあいつ教えてくれるのかなとは思ってました。で昨日の時点で、昨日の時点ですよ、まだ発表してない時点で、彼女がですね愛知の方のもうホテルを予約してくれたんですよ。もうね発表があってから各都市ねライブ会場の近くのホテルはみんなね抑えられてるみたいで、実際名古屋ドームを僕なんか申し込んだんで、名古屋ドームの周辺のホテルもかなり抑えられてたようです。だからちょっと高かったんだけど、まあそれでも最安値っていうところを、ちょっと高めだったんですけど、確かにそれを抑えてくれてました。とりあえず抑えたよっていう話、LINE が来たんですよ、昨日の時点ですけど。で僕も北海道の方とかね、もうホテル、北海道はね多分少ないと思うんですよ、他の都市よりも。まあ分かんないけど、まあでもまあね、発表されてなくともまあ抑えて、まあ外れたらキャンセルするっていうようなことなんでしょうね。もう随分前から抑えられてるみたいですっていう情報はコメントからいただいてたんで、それは分かったんですけど、だからといって自分も取んなきゃっていう
そういった気持ちにならなかったんですよ。もうそれ僕結構ズボラというかなんとかなるだろうぐらいの感じのいつも精神で生きてるんで、まあね、取るやっぱ取っといた方が良かったのかなと思いました、確かに、まさかね、そこまでと思ってなかったんで、北海道だからかなぐらいにしか思ってなかったんですよ。だからそれあえてね、そんな話もしなかったし、彼女とね。だけど彼女がもうなんかその周りからの噂で聞いてたんでしょうね、昨日の時点で。ちょっとこう、もしかしたら当たるかもしれないから押さえといたよみたいな感じでね、 LINE が来てました。でまあそれはお願いして、じゃあね、まあ当選どうなったろうなって思ってたんですよ僕も。まあその辺もまた楽観的で、3公演分、4公演分ぐらい、ドーム2公演、名古屋2公演だったかな、ドーム1公演の 2公演だったかな、なんかちょっと忘れちゃったんですけど、そういう3公演ぐらいを、申し込んだんですよ、抽選に。でまあどれか当たるだろうぐらいの感じでいたんですよ、どれか当たるだろうぐらいの感じでね。でというより、やばい、2つ当たったらどうなんだろうとかね、逆にそんな風に考えてるんですよ。両方とも行かなきゃいけないのかなとかね、そんな風に考えてたぐらいなんですよ。だからまあ当たるだろうぐらいは感じたんです、どれかは。で今日3時、まあ、カラオケやってる最中に彼女から LINE が入って、その抽選の結果出たよみたいな、出るよって言ってたのかな、出たよみたいな感じで、ね、来て、で返信して、まあ歌ったりなんかして少し間が空いて見直したら、結構いろいろ 2,3 件入ってたんですよ、彼女から。だからああと思って、分かったのかなと思って、すぐさま開いたら、もう一言目でね、なんかダメだったみたいな感じで書いてあったんで、と思って、ダメなんだと思ってびっくりして、ダメだったっていうことにびっくりしてね。で待てよと思って、これはまあたまにあるじゃないですか、ダメだったって言って僕ちょっと残念がらして、本当は当たってたみたいなね、かなと思ったんですよ。でもまあそんなことなかったみたいで、そのままずっとで残念なままのテンションの話になってっちゃったから、あーみたいな、やっぱ本当当てたんだと思って、ガクですよ、まあ、そんなに甘くないのかと、やっぱすごいなって思いましたね、改めて、あ、また来年かみたいなね感じになりました。だからまあとりあえず、じゃああっちね、愛知の方のホテルはキャンセルしなきゃねみたいな話をして、で、ね、キャンセルは多分したと思うんですけど、いや本当に残念ですね。とか一般販売もするのかな、一般発売もまたそれは別で席を抑えてて、それはそれでやるのかちょっと分かんないんだけど、まあね、ファンクラブの枠でこんだけのあれなんで、まああんまり期待できないというか、そんなのがあるかどうかも分かんないんで、今回は諦めようかなと思ってます。なんかね、やっぱまあオークションとか見ればあるのかもしれないですけど、ちょっと分かんないですけど、チケット売買のねページとかあるじゃないですか、まあ、どうせ高くつくだろうし、まあ、値段にもよるんですけど、まあね、みんな欲しが行きたいし、みんな欲しがると思うから、まあ無理かなと思います。
だからまあ諦めましたね僕は、うん、切り替えて、まあ、違うチャンスをいつか違う日にね蹴るチャンスを狙っていこうかなと思いますね。まあね今の スノーマン見ておきたいっていうのはあるんですよ僕の中で正直、うん、やっぱりね人気が落ちてから見に行くっていうのはまあねそれはそれで楽しいけどなんかこう人気が今うなぎ登りでこうすごい上がってるじゃないですか。この時に見るっていうのがやっぱりまあなんだろうなファン冥利に尽きるというかねそういう感じがするんでなんとしてもねここ 1,2 年の間には行きたいなとは思ってるんですけど、うんまあ、そんな感じです。今日はまあそれを聞いてちょっとショックだったっていうのがあります。まあでもねそれはまあ仕方ないんで、うん、とりあえずね近々発売するアルバムも聞いて、まあ、満足するしかないしあと他の、ね、YouTube とか、まあ、ドラマとかね映画とかたくさん彼らが出てるソースはあるんでその辺を見てね、まあ、楽しんでいこうかなと思ってます。はい、まあ、今日はねこんな感じ、まあ、日記みたいな感じですけど残念なお知らせを受け取ったという話でした。はい、以上になります。ありがとうございました。